椎名林檎41がボーカルを務める東京事変が29日、東京国際フォーラムでライブツアー2020ニュースフラッシュを開催した。同ライブは新型コロナウイルス感染拡大の影響で多くのイベントが中止、延期する中での決行に注目が集まった。チケットは手に入らず、グッズを買うために訪れた20代女性は、大学受験が終わって見に行った思い入れ深い、解散ライブは8年前のウルウヒでした。だから復活ライブもウルウヒなんだと思います。今日を逃すと4年後になってしまう。ライブの開催を応援したいですね、と、ライブ開催の意味を語った。チケットに当選した、都内在住の男子大学生、ミレイも、コロナウイルスの不安はありますけど、嬉しいです。チケット払い戻しのシステムもあるので、来たくない人は来ない選択もできますしと話した。多くのイベントが中止になっている状況を、ヒヤヒヤでしたと振り返った。同行した友人の男子大学生、20、も嬉しいです。でも祖父母がいるので、来月の帰省の予定はなしになりましたと、今後、コロナウイルス感染リスクを抑える行動を取ることを明かした。千葉、君津市から来たという40代男性は、よくぞやったという感じです。新曲が聴けるのかなと話した。会場入り口では、ゴム手袋をした職員がアルコールスプレーを持ち、入場者全員が手を消毒するシステムになっており、ほとんどの観客がマスクを着用していた。